いただけれレース展望です。この時間は11月14日木曜日の展望を行ってまいります。この時間の解説は競馬、近畿北のぼう敦さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。明日はいよいよ楠賞が行われます。昨年復活をしました。3歳馬の全国交流戦1400メートル。 まあ今回から賞金も1000万ですね、うん、そうですね、ええ、まあこんだけを大乗ったらね、うん、各地から強豪きますよねそうですね、うん、これは面白いですよはい。まあ後ほどご紹介しますがまあすごい馬が参戦ということになりました、うん、えー、明日は全部で12レースご覧のラインナップですメインレースが重賞の楠木賞それから準メインの jra 交流大和川特別藤田七国機がねはい、えー、およそ2年ぶりに兵庫来場ということでそうですね、えーうん まあ、そのなに来るというところで、ここも少し注目が集まります。さあ、それでは十一列からいきましょう。楠賞です。第五十三回ですが、昨年復活をしまして、まあ、昨年は北海道勢のワンツーというね、決、うん、着でしたけれども。今年も、お、強豪、お、遠征馬が揃いました。全部で十二とご覧のメンバーです。で、北野さんの印こうなりました。もう上位は全部、立区の馬ですか。そうしましたね。えー、まあ、特にこの北海道の。 リンゾーチャネル、うん、から高知のアルネゴ、はい、この辺りは強そうなんですよね、えー、うんだからまあこうなっちゃいましたね、地元がね、うん、人気がちょっとね、頼んないというか。 あまり成長してないような気がするんでね。復帰してからね、えー、秋四着二着というところで勝ち切れてないんですよね。そうなんですよ。その辺をちょっとね、切ったんでこういう印になっちゃいましたけどね。はいうん、まあ地元兵庫も重賞は三頭いるんですが、えー、まずは立地区の馬からということで、まあまずは本命なんと言っても北海道臨蔵チャンネル、北海道の今年の三冠馬ですね。よくぞ来ましたね。来てくれましたね。今年無敗なんですよね、この。そうなんですよ。うんうん、それでまあね。 ライバルであった、えー、馬がこの間、同役年勝ちましたからね、リンのレジェンド、まあ、これを完全にね、うん、一周してましたからね、ねそれらを考えますとね、この馬、相当な能力、パワーだなと思いますね、うん、そのリンのレジェンドはダービーグランプリとか、黒勝敗までね、打ってますから、それを軽くねじ伏せていた馬がやってくるというところで、うん、まあこれはちょっと、あの他の陣営は強強とする馬になりますよね。 なんかアクシデントでもない限りは、やっぱりこのままにやられるでしょうね。はいえー、まあやはりもう強さに脱帽というところですか。はい、もう迷わず本命ですか。うん、これはもう誰も迷わないと思います。そうですか、うん。幼稚園の子が予想してもこれになると思います。<laughs> そうですか。はい。はいえー、本命林蔵チャンネル。で、はい、対抗がコーチのアルネゴ号ということで、これ西日本ダービーの勝ちですね。そうなんですよね。この時にね遠征してたのがリリコと、はいえー、鉄なんですけども。うん 全く問題しなかったんですよね、そうですね上がりの足が強烈でしたからね、はい、このまままた強いなと、もうこの時点から思ってたんですよね、2か、うんまあ、月空いたこの辺だけがね、ちょっとマイナス材料にはなりますけども、はいうん、でもこのままの瞬発力、こっちを取りましたね、それの方が上だと。えーはいえー、対抗評価、るねこう逆転までは厳しいと思い,ますかいやそれはちょっとね、うんうん、厳しいと思います。そうですか、ね、はい それから黒三角3番手、評価が多いからの遠征のフォルベルズという馬、こちら南関東の3歳の受賞でも入着のですね、うん、勝ってないんですけれども2着6回ですからね、はい、まあ相手なりに粘っこさしぶとさを引き出すタイプだと思ってます、うん、まあ距離も1004までだったら全然大丈夫じゃないかなと最近10002ばっかりなんですけどもね、はい、まあ融通効くと思いますね。えーえー、それから 4番手、評価が12番のアンタイウス、最近ね、もう一つなんですけれども、これはずっと1900使ってるんですよね、はいはい、この馬にとってはそのこの1900というのは長いんじゃないかなと、えー、だから今回専用の、のこれ、適距離だと思いますね、はい、この距離になったことで、浮上の余地あると思います、まあ、今年の1月、2月には地元の重賞、連勝しているまですからね力があるということですね。 でその後バッテン、ようやく地元馬8番、神木とセブンマイル、うん、はい神木、まあ、は、まあ、先ほども言いましたけどもこの2走がちょっと頼んなかったと、はい、勝たないといけないレースで前回でも勝てなかったですからね、うん、なんかもう、どういうのかなずぶいんじゃないんでしょうけどもちょっと反応が鈍くなってる最後、詰めたんですけどもその辺がちょっと嫌なんですよね<ー>だったらセブンマイルの,この一瞬の足ですよね。はい 前回、最高方から2着に追い上げてあの足、強烈でしたからねう,うまくこの足を引き出せるようだったら3着ぐらいはないかなと、はい、そういう思いはありますね。そうですか まあ地元総大将は仁義ということになると思うんですけれどもね、うんはい、菊水将の勝ち馬、まあ、なんとかたたき3走目上積みがあって、えー、いいところを見たいなとそうですよねそれはもうね応援するのはもうこれも地元馬なんですから、ねえーえー、とにかく頑張ってほしいですよ、はいまあ、田中ジョッキーも今日ちょっと話を聞きますとこう前々で、ね、積極的にレースしたいって話してましたけどね、うんまあ、その方がいいでしょうね。うんはい あとはまあ地元兵庫の馬でアリアナティチャービルという牝馬の重傷ホースいるんですが、はい、やはりちょっと力的には劣りますか。うん、チャービルはねこれはもう決め足ありますんでね、はい、あの一発の魅力はありますよハマ、えー、ればいう時にね今の馬場,場合ってますよね。あるアリアナティの場合は攻めまが軽いね。うん、うん、やっぱりこれこういう仕上げじゃ重傷では無理でしょうね。そうですか。やっぱり一回使ってからでしょうね。はい。まあ十ヶ月ぶりというところでね。はい。はい さあそれではフォーカス見ておきましょうここはもう一着十一番林蔵チャネル二着アルネゴートも固定しての勝負とない,、ね、いそうですねはいはい四点外でまとめていただきました楠木賞スタート四時ちょうどですでは純メインの展望ですこちらも注目山戸川特別藤田七子騎手が二年ぶりにそのだ競馬場来場となりますそれから岩田親子の共演もあるということでね。なかなか注目なんですが印はこうなりました 本命はまず9番、エシンレーザー地元馬と言いたいところなんですが、まあ、地元馬なんですけども、はい、JRA からの移籍初戦なんですよね、だから、まあ、まだまだ未知数なんですけども、えーうん、でもこの馬、すからね他の馬たちが1勝クラスですからうそれだけでも,もう、ね、力を増えということは分かりますし。はい で入った9者は新しい9者ですからね攻めも十分やってますし、はい、仕上がり良さそうですからねね、うん、この馬か,らかなと思います、ね、最近の成績を見れば芝の中距離なんですが、うん、あの以前2勝、JRA 時代はダートでのせていすからここも十分対応可能ということですねそれから8番のセビル・ロワー休み明けですけども十分乗ってるみたいですし 前々で競馬できるんじゃないのかなと思うんですよね、はい、4走前の二着の時が2番手いってますからね、うん、でそこまで点に行きそうな馬がいないんで、はいまあ、あの競馬ができるだろうと思ってますす番番手は4番のエルティグレです、はい、これは決め足ありそうですね。 4走前、セビル・ロアに負けてるんです直接対決でこの時六6着なんですけども、えー、でもこの度の岩田君これもその度知り尽くしてますんでね、はい、そういうのを生かせば逆転があってもいいなとは思ってます、はい、4番手これまた JRA サンライズルーク、うん、これも行き足がいいんでこれの花なのかなと思うんですよね、はい、これが1手2番手がこのセビル・ロア、うん、こういう図式を私は見てますんで、はい、前残り十分あっていいと思いますね。 あとバッテンははまず3番タラニスは地元場です、うん、これ JRA の時に1800、2着、3着、4着あるんですよね、はい、こっちの1870というのは初めてなんですけども、うん、意外と合うのかなという感じは思ってますそれから、最後は10番、がっついソート、うんあのー、中間、障害練習してるみたいなんですけども、はい、こういうのもなかなか走りますからね、えー、スタミナつけてね。うん えー、ちょっと副兵,士副兵士したいなと思ってます、はい、藤田七子騎手安定の7番鬼門ボーイ、昇、まあ、級2戦目という形なんですが、うん、どうですかどうなんでしょうね、まあ、あの未勝利勝つまで、ね、時間かかってますんでね、うん、これを私、嫌いましたけどもね、でも<ー>この彼女が乗るからこれ人気するんでしょうね。そううでしょうね、うん、はい 藤田山七子騎手、ここ園田競馬場は2017年の12月7日以来ということで4回目の園田来場となりますで今年あの京都でも阪神でも乗ってませんので関西初めてなんですよそうなんですか、はい、<ー>というところでちょっとねあのファンの皆さんも注目していると思いますのでぜひ競馬場に来て応援していただきたいと思いますね,すねなんか他エキストラ機場でもあったらよかったんやけどもねこれ一、ね、つだけなんですよね、えー、はい さあそれではフォーカス見ておきましょうここは馬服で9番のエイシンレーザーから5点流しということでまとめていただきました発送は3時25分ですちょっと今夜雨の予報もありますんでね、うんえー、馬場がどうなるかというところも少し気になりますねはいはいそうですねはい、えー。ここまでは解説競馬近畿北の坊敦さんでお届けしましたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたその他競馬今後ご覧の日程での開催お楽しみください